楽しすぎた。これなんか家バレするとかないよね。まあバスだったんでね、車両だったんでちょっと早かったかも。ただいまです。やばい、絶対声枯れる。これてかお腹空いちゃった。ありがとう、来てくれて。超楽しかった。私最近この猫の顔文字にハマってるんだよね。なんか作ろうかな。ありがとう、楽しかった今日も。いやまあまあすごいね、聞こえにくいとかはあったんだけど、でもやっぱ楽しすぎて。今日のお洋服珍しく可愛い、可愛いしね。がっつり今日はフレンチガーリーで攻めました。靴下も可愛いよ。ありがとう、マジで。なんかね、途切れるってか、なんかあの、わかんない、機械の問題かわかんないけど、自分が喋ってると相手の声が一切聞こえないから、相手が喋ってる時黙っとかないとダメなんだと思って。いやめっちゃうんって聞き返しちゃったかも、ごめんなさい。何回も聞き返しちゃったかも。ちょっとインスタ載せたのでぜひ見てください。お願いします。とりあえずちょっとご飯作っていいですか。もうお腹空いちゃったけど、食パン2枚しかまだ胃に入ってなくて、なんかねサンドイッチみたいなのは食べたんだけど、私サンドイッチ食べれなくて、ポテチ、その横についてるポテトチップスみたいなやつだけ食べた。何食べよう。すごいフランフランのお皿が、何食べよう。あ、やばい、うるさい。がっつり自炊するか、もうインスタントにするか。ハヤシライスなくなった。早くない？でも意外と量なかった。がっつり食べるか、もうインスタントに頼るか、どっちがいいと思う？めんどくさい。でも本当はタコライス食べたいんだよね。もうなんかレタスもトマトも期限やばいから、タコライスにしますわ。アボカドもあるし、期限に近いものから作っていこう。今日はタコライスにします。ちょっとタコライスってさ、味付け何？可愛くないってか今日の服マジで。靴下が一番可愛いんだけどね、ここじゃ見えないから。あ、なんだけど、味付け何か教えてください。あと豚肉を買ったので、ちょっとそれを冷凍したいから、ちょっと冷凍します。タコライスってなんかソースとかで炒めるイメージなんだけど、私中濃ソースしかないけど、それでいいのかな。タコライスの素はいつも使ったことがない。タコライス食べるけど、タコライスの素なんていらないと思っていつも使って
ないよ。あ、ケチャップだ。中濃ソースでいいのかな。中濃ソース、なんかウスターソースとかじゃないけど、いいのそれで。最近マジでお肉は買って絶対に冷凍がもう来ないかも。カレー粉はないかも。カレールーしかない。ウスターって何なの、そもそも中濃とウスターの違いって何なんですか。全然知らないわ。オリーブオイル、サラッと、あ、なるほどね。ケチャップ、オリーブオイルで炒めればいいってことかな。オリーブオイルで炒めなくても絶対美味しいと思うんだけど、まあ、その辺はご自由にどうぞみたいな感じだよね。絶対ニンニク、ケチャップ、醤油、塩、コショウ、まあいいか、ソースも入れちゃおう。大丈夫、タコライスで失敗したことはないから。とりあえずご飯を温めて、よし、作ります。ああ、とろみがあるってことか。やば、ゴミいっぱい。とりあえずひき肉を炒めますわ。久しぶりに作る、もうアボカドの色やばい。ガリさんありがとう今日ガリさんがね、最後めちゃくちゃたくさん来てくださったの。いや、もちろんいろんな方がたくさん来てくださったんだけど、ビデオ盛り上がったんだよね。油敷いてないけど大丈夫かな。敷いた方が良かったかな。アボカドさ、切ってさ、ずっと保管してたから半分使ってね。やばい、ニンニクも冷凍します。切ると傷みやすいけど食べれるだろうから大丈夫。油引かなくてよかった。ですか、めっちゃ油出てきた。メール来た、よかった。
これレタス全部食べちゃおう、もう傷んじゃうから。トマトも、トマトももう全部食べます、傷んじゃうから。もうめちゃくちゃ女だよね。多分わりかしいつも女って言われるけど、女っぽい格好してるよね。でなんだっけ、塩コショウと醤油と、塩コショウ、醤油。ね、もう一回送ってレシピ。ケチャップ、ソース。ケチャップも買わないとない。そう、ミニコチューブ買わないとって言ってたわ。味濃そうなものができました。美味しそう。野菜を洗って、351日、あ、チーズある、実際レタスって賞味期限どんなもんなんだろう。消費確実にレタスの量が多すぎる。
1週間持たない？嘘。じゃあ私1週間以上経ってるかも。わ、久しぶりにこのタコライスの匂い嗅いだ。美味しそう。トマトもいっぱい食べます。アボカドも食べます。アボカドの色がマジでやばい。マジアボカド食べれるようになったからだいぶ人生変わったかも。野菜ちょっと余っちゃった。だって言っても今日本当にだって1時間半のお話しかしてないから作ろうって思った。コンビニとかなんか持ち帰りに頼ろうかなとも思ったんだけど、そう言っても1時間半しかしてないから、お肉乗せちゃおう。これもったいないから、食べれるよね絶対。で、チーズ添えます。チーズ乗せてチンしよう。アボカドの天ぷら美味しいよね。なんだっけ、アボカドのなんだっけ、なんていうんだっけ、なんか洋食店とかで出てくる天ぷらのことをさ、ふだっけ、なんて言うっけ、天ぷらじゃなくて、あ、フリッター、そうフリッター、フリッターだっけ。美味しくない？ちょっとチンしようと。めっちゃパンパンになっちゃった。フリッターだっけ。そう、そういうの好き。作った、ありがとう。今日かわいいよね。ごめんなさい、大丈夫、自分でだねって感じだけど、なんか自分の顔がかわいいとかじゃなくて、その格好がかわいい。アボカドの天ぷらとかめちゃくちゃ好きだったし、靴下かわいいよねマジで。あの丈プライベートで履くことマジでないから、超レアだよ。全然チーズ溶けないんだけど、まあいっか。完成、タコライス。なんか味すんのかな、普通この上にかけるよね。なんかえ、かけない、なんか よいしょ。あ、量すごく見えるけどそんなないよこの器。いただきます。
よし食べます。いただきます。久しぶりに食べる。もうでも野菜とか痛みに痛みまくってるから不安ですが食べます。美味しそう。こぼした。まばい、ばば、ブランケットマジで洗わないとやばい。うん、うん、うん、もうお肉の味付け最高。目分量でやったくせに最高。うん、うん、ねえもう鬼のやつやってるよ。もう1週間経った。天才。うん、うん、うん、ごめん、ひたすら食べます。お腹空きすぎて。めっちゃ美味しい。強力。ちょっとレタスがでもでかすぎる。沖縄行った時に食べたタコスが美味しすぎてさ、沖縄行きたい。ちょっとあの水入れてきます。やばい、ブリタもう変えないと。水が意味ない。すごいチーズ伸びる。うん、ヒラヤーチーって何？うん、うん、タコライスも割と私得意料理かも。得意料理って言っていいのか分かんないけど。
レタスをもっと細かく切れば。食べやすいかも。お腹鳴った。なんか近いうちインスタライブをしようって思ってるんだよね。どうしよう、今日やるか明日にするか迷ってて。でも明日ってさ、地味に朝早いよね。みんな寝坊しないでね。うん、明日寝坊はやばいから結構うん、何話そう。みんな話すこと決めてる。ごめん、とりあえず本当に今無心で食べてるからごめんね。でも思い出振り返るしかないよね。でもみんなが気持ちを伝えてくれればもう私は嬉しいです、それだけで。でも今日も卒業寂しいよって言ってくれる人が何人もいたりとか、本当に卒業しちゃうのって言ってくれる方もいて、するよーって叫んだするよーって。あの音量調節とかできないから人によって声量違うじゃん。からめっちゃ叫ぶ人がいて、卒業しないでみたいなびっくりしちゃってみたいな顔しちゃったけど、うん、優しかった。
にこの鬼ごっこみたいなドラマ何？あのマイクむずいよね。なんかめっちゃ途切れるし。わかんない、聞こえてるか聞こえてないかわかんなかった。そう、刑務所みたいって言ってる人もいた。確かにと思ったり。地味にね。なんか刑務所感というか。あとちょっとも。なんか終わった後のさ、みんながレーンの後ろで並んで並んでたか見て待ってくれてるのもなんか懐かしくて、なんかあのパネルみたいなのも斬新だったよね。あのパネル見てる余裕とかなさそう。私もなんて書いたか覚えてない。うん、来てくれてありがとうみたいな。うん、食べ終わっちゃう。
2m、確かに意外と距離あったかも。ごちそうさまでした。なんかアクリルなら2メートルいらなくないってなっちゃうけど、2メートルだったら逆にアクリル、うん？アクリルだったら2メートルいらないし、2メートルだったらアクリル、うん？難しい。明日どうしようかな。何着よう。何着ようかな。いい、明日みんなは何部に来ますかって聞いても把握できないけど、把握できないけど、全部ありがとう。なんか本当に全部外れちゃったって人がいて、本当にって聞いちゃうくらいびっくりしちゃった。隣のレーンだったけど退出するときにいのちゃんと目が合って手を振ってくれて嬉しかった。こちらこそ、次はぜひ来てください。次はってのもあれだけど、全部ね、よかった。すごいいっぱい嬉しい。なんかゆなから聞きたいことあるとか、ちょっと多分明日難しくなっちゃうと思うから、みんなが一方的に話をしてくれてそれに答える感じにするかもしれない。お願いします。でもみんなの話をこうやってうんうんって聞くのが一番いいなって思うから。私はこうショールームでベラベラ喋れるけどさ、みんなってね文字で打つことしかできないからさ、から DM でこう自分の動画送ってくれたりしてもいいんだけど、明日はとりあえずみんなの質問してくれたらするけど、なんかあるとか、なんか話したいことあるって聞かれると、えなんかってなっちゃうから、なんかこれはどうだったとか聞いてくれたら全然いいんだけど、なんか逆になんか聞きたいことあるとか聞かれるとすごく難しいから、ちょっとそこだけはちょっとお願いします。でも明日は全然泣いてもいいけど、まだまだ私5月までいますからねっていうのはあれだけど、まあでもそうだよね、直接話すっていうのが明日が最後だから、なんかあったとしてももしかしてまあとりあえず最後っていう気持ちで行くので。お願いしま
いやでも楽しみだよ、普通にみんなと話せるの。そう、でも本当にイベント続きだからさ、愛媛行くねって人も今日リアルお話しからいっぱいいたし、愛媛でみんなと会えるのかと思ったらすごい嬉しい。だからペンライトとかうちわとか持ってくれるとすごく嬉しいなって思った。なんかユナのファンってこんだけついてるんだよっていうのがすごい、私は承認欲求が強い人だからさ、なんかそういうのが目に見えたらより嬉しいなと思って。この仕事やってるから本当に承認欲求が強くなるじゃん、まあ当たり前だろうけど、でもそれをなんか自分もまだ理解してるからよかったけど、本当に承認欲求強くて、楽しみにしてます。あとはね、公演も残り、マネージャーさんが公演いっぱい出ましょうって言ってくれたから、いっぱい出れること期待して。ね、本当にマネージャーさんにも感謝、いろいろね、なんか助けてくださったりとか、なんかすごく頼んでくださったりとかして、マネージャーさんにも感謝ですよね、本当に。なんか生誕祭私木材でやりたいとか思ってきちゃったんだよね。でも雫の方がいいのかな。なんか木材の生誕祭いいなってマリアがこの前言っててめっちゃ感じちゃって、そう、やりたくない、やりたいけど、なんだろう、個人的に好き、なんか表現力とかがやってて楽しいのが木体の方が多くて、曲的になんか47って基本結構全部元気な曲みたいな感じだから、表現力しやすいのがすごい木体だなって思って。そう、でもかといって最後だから、ね、分かんない、そもそも生誕ができるかどうかも分かんないんだけどさ。そう、でも雫でも最後やりたいなっていうのもあるし、難しいよね。あとはあの、まあ、今日ゆうななせ中西会だったからやったんだけど、ゆうななせ公演またやってほしいですっていう声がいっぱいあって、なあちゃんのファンの方から、それもやりたいなって思ったりもしてるし、やりたいこといっぱいあるよね本当に。いっぱいしたいことあるよ、もうこの期間。
うわー、さやちゃんともやりたいな。さやちゃん覚えてくれないかな。覚えてほしい。いや、いっぱいなんかさ、そのなんかペアみたいなのがあるからさ、みんなとやりたいよね。楽しみたくさん、本当にそう。何時から配信したっけ。怖い。何なんて急に笑ってるよ。すっごい私今スルーしてる。洗い物配信していい？もう私今日やんない気がする。このまま配信切ったらキュルルンキュルルン。ほんと？ちょっと待ってね、 LINE だけ返させて。最近ハマとめっちゃ LINE してて、なんか今日ね、浜に会えてすごいなんか心がね嬉しくなっちゃって、それを伝えたらなんか心が動いたって浜から来た。これもっと仲良くなれる説あるって聞こう聞いてみた。そう、でもお互い卒業するって決めたからかな、わかんないけど、すごいなんか、てかご飯行こうとかもなったりしてて、結構連絡取り合ってて、今日ハマに会って、ハマってこんな卒業間近になんか、いや嬉しいよね。よし、洗い物する。甘いもん食べたい、甘いもん食べたい。お腹の音聞こえた今。よいしょ。何着よう明日は。ピンクか黄色だったらどっちがいい？みんな野菜残っちゃった。野菜このまま放置しといてもいいのかな。聞こえた？はず。どうしたらいいの？すごい水もったいない。出しっぱもったいない。
水分切って冷蔵庫に入れようかな。あと今日さ、写真撮って、私服の写真撮ってもらって、いや、なんか写真を加工したの、もう。でも加工してないと自分の足太って思ったから、マジでどうやったら足痩せるの、ずっと疑問、本当に。もうこれずっと疑問。マジで足だけ痩せない、どう頑張っても。いや、もっと頑張れよって思うだろうけど、いや、もっと頑張れるんだけど、全然足痩せない。マジでなんか脂肪って感じ。あ、入浴剤買ってくるの忘れた。やっぱ足パカとマッサージか。頑張って続けてる方ではあるんだけどね。食事制限だったら私は、だって最近ね、ちょっとさ、もうあんま体重は変わってないけど、食事制限してしたりとか、結構自炊とかしたりして、やっぱ上半身は細いんよ。で、筋膜ローラーもやってるけど、やっぱ足のね、マッサージとか頑張ろう本当に。筋肉落ちてきた。筋肉かな。まあでも本当に骨格、今流行ってるけど、骨格の問題もでかくてあるだろうから。ね、本当にどうにかしたいものですよ。野菜の水気を切って、もう朝とかにサラダで食べます、絶対に。逆に自分は足が細くて困ってます。めっちゃ幸せな悩みだよそれ。でもさ、男性って足細い人めちゃくちゃ多くない？めっちゃ足細い人多いイメージ。男性って多いよね。いいなって思いながら男性の足見てるけど、男の方、男って言っちゃった。マジ男性の方が足綺麗な人多い。足細かっていう人大体男性だもん。なんか男性が街中でさ、スキニーとかさ履いてる時とかさ、めちゃくちゃ足細って思うもんね。羨ましいってなる。ガチで羨ましい。そう、なんか筋肉とかついてても足細い。
遅いんよ。男性は支配。でもやっぱ女性もだけど男性も結構スタイルって大事だなって思った。よし、ね、お風呂のお湯溜めてもいい？ちょっと溜めてくる。明日って天気いいんですか？ちなみに天気いい明日。洗濯今回して部屋に干してブランケット明日洗濯して。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃなんだ。入浴剤ない。明日足出す気全然なかったわ。え、ガチ暑そう明日。なんならアウターいらないくらいじゃない。ありがとうみんな教えてくれて。お湯張ってきた。今日は湯船に浸かろう。お薬飲めたね。無駄だ。入浴剤とかないかも。お気に入りの。え、明日めっちゃ暖かいじゃん。じゃあとりあえず今洗濯して干して明日朝洗濯予約してブランケット干そうっと。本当だ、19度まで行くべ。風強いね。でもでもなんか嬉しいね、天気良くなるの。気持ち悪いコメントきた。ワンピの丈短すぎて座ったら中が見えそう。キルンって文字がきた。気持ち悪い。ごめんなさい。気持ち悪い。みんなに決めてもらおうかな。明日はでも絶対トリートの服で行くって決めてんねん。決めてんねんけど。お薬飲めたね。ごめんなさい、本当にいつもこんな感じでなんか進んだね。
明日は全体のこのスカートで行こうって決めてやろうですけど。あ、確かにこれ中座ったら、あ、なんか間違えた、座ったら中見えそう。大丈夫、大丈夫です。え、可愛くない？超春。これは絶対に履く。で、これに合わせるのを、いや黄色だな、これ結構黄色説濃厚かも。開けよう。でもカーディガンの中にインナー着るとしたら絶対これワンチャンカーディガン1枚でいける説ないわ。昼間だったら、あ、すごい。でもベリーショート、ベリーショート丈だねこれ。え、可愛くない？いやでもピンク、なんかベリーショートだなこれ。でも可愛くない？いや可愛い、これは絶対に可愛いよ。ちょっとごめん、もう明日のネタバレしちゃって。え、可愛くない？こっちか、ちょっと待ってな。ありがとう。この服でもいい。でも2日連続同じ服でもいい。私こういうスカートよく破くんだよね。あーでもピンクも可愛いな。どう？え、迷うね。でもこれはなんかすごい春素材だけど、こっちシャギ、ちょっとシャギニットだから黄色でも。首にちょっとフリフリみたいな襟出したら、え、可愛いよね。こっちはちょっと長いかも。でもこっちだったら確かにちょっとインしたくなるかもな。黄色にしてみようかな。ちょっと上目に来てこうする。いや待って、黄色でもいい。一旦黄色でいってみていい？髪の毛どうしようかな。ピンクでお願いしますってきた。白リボンにニーテールかな。ごめんなさい。え、でももうスカートめっちゃ迷ったな、このスカート。でもなんか買わないと後悔しそうだなと思って買った。甘いよね。でもこんなの若いうちしか履けないと思って。確かにベレー帽も可愛いな。またかぶる？でもさ、この前、あーすごい際どいかも。この前写真撮ってないからベレー帽持ってこうかな。そう、ハーフツインも絶対に可愛い。時間に余裕があったら部によって髪の毛変えるとか。ちょっとじゃあ一旦黄色でいくね。あと10人はいける？いや私今日やっぱフレンチガーリー好きだなって思った。なんか女の子に、ね、なーちゃんのファンの人かな、フレンチガーリーの女の子がいて、なんかゆなちゃんのお洋服いつも参考にしててみたいな、
あ、フレンチガーリーで生きててよかったって思ったの。思ったのです。思ったのです。確かに乾杯だと時間ないかも。いや、ベレー帽も持ってこい、一応。そうなのよ、明日ってさ、なんだっけ、サイン違うよね、明日なんだっけ。ワンショット、サインワンショット、ああなら、ああうん、いや頑張ろう。前もってサインを、ああだから部によって変えるとか見なきゃ、写真撮るために1時間遅く帰るとかは全然できるから、そうしようかな。写真撮るためにちょっと、なんか久しぶりに今日さ、あ、そう、あのお願いなんだけど、ワンショット当たってる方は、あの始まってから3秒くらいで321になっちゃうから、その瞬間にポーズなんかしてって言ってください。お願いします。そう、前もって言ってくださいとも言いたいんだけど、私忘れちゃうから多分。本当に久しぶりにインスタ更新して、私服のなんかお待たせしましたって感じ。明日も撮ります。よし、じゃあちょっとお風呂に入りたいと思います。リボン取るわ。ということでランキング見ます。インスタライブ明日しようかな。13位みほさん、12位レオプさん、11位中心さん、10位岡部アットマーク、永遠のゆうなアットマークしおりんおしさん、9位みほちゃん、8位あゆちゃん、7位あかねちゃん、すごい女の子ゾーン、かわいいかわいいとか言っちゃった。6位ゆうきさん、5位ホッサーさん、4位クロケンさん、3位サイトアットマークマヨネーズ&ケチャッピーズさん、2位ワイキアットマーク明日も楽しんでねラストなのにごめんねさん、1位セッキーさんです。ありがとうございました。おつなーって何、おつなーって何、オタク語、ありがとね、見てくれ。また明日楽しみにしてます。寝坊だけはしないようにね。おやすみなさい。